いただきます。集合体恐怖症の方にはちょっと絵がグロいかな。あー、いい匂い。ということで完成しました。このベリーソースを添えてです。はい、どうも、野草研究所の道端つくしです。今日も京都でいつもの河川敷からお届けしております。ところで皆さん、おかげさまで当チャンネルの登録者数もうすぐ1万人に届きそうです。本当にありがとうございます。来い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 来たー。いやー、雑草食うだけのおっさんのチャンネルがまさかここまで来れるとはね。私が一番ビビってます。皆さん、時間の使い方本当にそれで大丈夫ですか？大丈夫だ、問題ない。さて、今日採取していきます野草はこちら。初夏の茂みの中で赤いプチプチをつけたこちらの野草、いや正確には落葉性の低木なんですけど、この子の名前はナワシロイチゴって言います。なんか VTuber の名前っぽくない？ナワシロイチゴみたいな。その名前の通りで、田んぼのあぜとかにも普通に生えてる日本で最もポピュラーな木イチゴの一つでして、まあぶっちゃけ荒れ地だろうが道端だろうがどこでも取れます。ちょっと一粒食べてみましょうかね。いただきます。うん、美味しいけど酸味がとても強いですね。そして強い酸味に対して甘みはそんなにないという。だから書籍によっては食用不適格って書かれ方もしてるんですけど、私からしたらとんでもないって話です。まあヘビイチゴくらいモソモソで味も香りもないってんだったら食用不適格って書かれ方でもいいと思うけど、この爽やかな酸味は全然扱えるって。ナワシロイチゴ食べたことないやつ、ガチで危機感持った方がいいって。厳しいって。お、ここなんかたくさんなってますね。大量収穫スポットです。緑の背景に赤がよく映えますが、人間の目がレッド、グリーン、ブルーを基調に色を識別できるようになっているのには理由があって、青い空を背景に森があって、その中にこういう赤い木の実があったとして、これを効率的に見つけられることが人間の生存率アップにつながったため、人間は色を識別できるようになったと言われています。はい、ということで集合体恐怖症の方にはちょっと絵がグロいかな。今日はこのたくさん積んだナワシロイチゴを使って美味しい料理を作っていきたいと思います。はい、帰宅でございます。じゃあまずは摘んできたこのナワシロイチゴの実を水洗いしていきましょう。ボールトゥーン。実がね、崩れやすいので相当水を入れていきます。すすぎ洗い。改めて見ても美しい果実でしょ、ナワシロイチゴ。一回水を変えよう。ゴミは捨てたいんだけど実は捨てたくないという葛藤ね。ほら、結構木イチゴって汚れついてるんで、よく洗ってから食べましょう。もう一回洗っときます。じゃあ今日はこいつの爽やかな酸味を使ってベリーソースを作っていきます。ということで材料がこちら。まずバター 15g、 醤油大さじ1、これ赤ワイン 100cc です。で、本当はここに蜂蜜 10cc なんだけど、今日はベリーソースということでね、先月ショート動画であげたこちらの自家製クワの実シロップを代わりに 10cc 入れてみたいと思います。で、あとメインのナワシロイチゴ、だいたい 100g ぐらいですね。ベリーソースの作り方ってすごく簡単で、まずバターでベリーを炒めたら、あとは調味料全部ぶち込んで最後にこすだけ。簡単でしょ？じゃあやっていきましょう。小さめのフライパンにバターをイン。ちゃっか。バターを溶かしたらナワシロイチゴをイン。あー、いい匂い。コクのあるバターと爽やかなベリーの香りが漂ってきました。で、ある程度火通ったんで、ここに調味料入れていきます。醤油大さじ1、クワの実シロップ大さじ1、赤ワイン 100cc です。で、このソースを煮詰めていきます。ちょっとアク取っときましょうか。ジャムのようないい香りになってきました。そろそろ頃合いかな。これぐらいの粘度になればいいと思います。でー、せっかくの果肉なんでね、しっかりこして入れていきましょう。よし、よくこしたことでほとんど種だけになりました。こちらがナワシロイチゴのベリーソースでございます。ちょっとまだサラサラしてますけど、もう少し冷やすとね、とろみが増すと思います。見ればわかる、この酸味研ぎ澄まされている。赤身肉だな。ということで、こちらが牛もも肉でございます。今日はこの赤身肉をローストして、先ほど作ったベリーソースと合わせていきたいと思います。じゃあ下味つけていきます。こちら岩塩、ブラックペッパー、ターン、裏面にも同じく岩塩とブラックペッパー。少しなじませたらこいつをローストしていきましょう。油敷きます。ちゃか。これピンマイクね。今日一の ASMR いきますよ。いい音。 YouTube やってると換気扇の音入っちゃうから換気扇回せなくて、これめっちゃ油飛ぶんですよね。一面30秒ぐらい焼いたら返していきます。
いい焼き色。じゃあ最後の面焼いていきます。全部の面に焼き色がついたらジップロックに入れていきます。そしたら炊飯器にお湯を注いでいきます。でこのお湯は100度じゃダメで70度ぐらいでキープしたいんですよね。ちょっと冷ましたんだけどね、80度ぐらいあります。水足して冷ましましょうか。もうちょっとかな。 OK、 70度ぐらいになりましたんで、この中にお肉を入れて低温調理していきます。グリルしたお肉を入れていく。で沈めながら空気を抜く。よし、 OK だね。この大きさなら35分かな。保温30分ちょいぐらい放置してみます。はい、35分経過しました。これで焼いたのは表面だけですけど、しっかり内側まで熱が入ったことになります。いい火の入りです。中は赤くてしっとりしてますね。ちょっと贅沢に厚切りしちゃいましょうか。完璧じゃない？柔らかい。じゃあ盛り付けていきますよ。ということで完成しました。牛もも肉のグリル、縄代いちごのベリーソースを添えてです。いただきます。うまい。あ、そりゃそうだろうって感じですよね。赤身肉に合う。この爽やかな香りと酸味が赤身肉のジューシーさを引き立ててくれてます。縄代いちごの酸味はクエン酸によるものなので、まるでレモンを入れているかのような爽やかな風味があります。実際ベリーソースってレモン入れたりするじゃないですか。なので縄代いちごはベリーの香りとレモンの酸味を合わせ持った素晴らしくベリーソース向きの食材だと言えます。うんまっ。ちなみにこの飲み物はクワ飲みジュースです。よければショートも見てください。これもこれで合いますね。赤身肉にまるでワインのような芳醇さがあります。まあクワ飲みなんで少し青臭いんですけど、そこがまたいいですよね。たっぷりソースをつけて食べたいですね。じゃあ取っといた生の縄代いちごの実も間に挟んでみたいと思います。さっき河川敷で食べた時はすごい酸っぱいなって感じたんですけど、ソースの方がすごく濃縮されているので、今こうやって食べてみると結構味薄く感じますね。うん。ソースの風味が強いので、これはかなり肉料理寄りだと思います。お魚はあんまり合わないかな。牛肉かラム肉あたりがおすすめですね。あえてレモンは入れずに砂糖と一緒に煮るだけでジャムにしてみたりとか、あと果実酒ですね。こういうのにすごく合う食材だと思います。これソースたくさん残ってますけど、まだ全然お肉たくさん残ってるんで、この後撮影終わったらゆっくり食べさせてください。じゃあ撮影用の最後の一口いただきます。たっぷりソースをつけてね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。まあ、正直今回の料理は反則だったような気もするんですけど、縄代いちごのベリーソースいかがでしたでしょうか。縄代いちごは今の季節ほんとどこにでも生えているんで、散歩中とかにねふと赤い綺麗な実を見かけたらぜひ食べてみてください。このチャンネルでは身近に生えている自然の食材を使っていろんな料理や実験を繰り広げています。もし面白いと感じていただけたら、今すぐチャンネル登録と高評価、通知オン、何卒よろしくお願いいたします。よければまた見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。